し、開催していきたいと思います。教師証明のね、はい、スライドでやっていきましょうか。はい、はい、ターミティング投資にも意味がありまして、青森には6つの県域があって、私も三橋八戸で育って三沢で奥さんと一緒にね、まあ航空祭で青森で仕事をさせてもらって、一つ星一つまたにかけて仕事をしてきたので、まあランチよく街を発展させて、これが実は大事なポイントの一つだというものにかけて投資にさせていただきます。はい、左上にトレンドを立ててるはい、青森京都で発信と発信ですね。あの皆さんの前にあります上り技のこの青森京都で発信と責任となってますけれども、青森県を新しく作っていく、作り変えていく、まあ、あの刷新していくと言い換えてますけれども、そういう思いを込めて今新しい舞台にチャレンジしようとしています。刷新するにあたって、これもやります、あれもやります、こんなことみんなやります、それがあのリーダーになるべき姿だと私は全然思わなくて、うん、やっぱりちゃんと責任を持って、責任感を持って、あの財源を見つける、人もちゃんと発見する、リサーチの人と協力できる、そういうリーダーの強さを見て責任をつけてですね。せっかくね、あの三沢を出ましたんで、上北地区三沢の高校だとお話しできるわけの最後にしたいと思います。はい、じゃあこちらの写真がありますね。ちょっとご紹介いただきますか。右上、はい、現代美術館ですね、十和田市の。そうですね、十和田から現代美術館、三沢ですと国際交流という文化があって、やっぱり地元で国際交流で、あのこういう機会があるから、うん、あのインターナショナルな機会を使ったビジネスをしよう、そういうのがいけないので、三沢ならでは、上北ならではのこういうビジネスを支援する形でできる。上北だと人口割りでと50社ぐらいはきっとできるんじゃないかなというので、ちょっとこう、はい、少しアートとか国際ビジネスって決して簡単なことじゃないので、うん、アートビジネス今流行ってますけど、うまく起こせれば、うん、あの雇用も100人とか200人の規模になる。だからそういうね、あの上北らしいビジネス、はい、インターナショナルだと国際だからワールドワイドに、うん、あの仕事できれば、あの10人、100人という1000人の規模になりますから、うん、そういうビジネスを起こしてもらえればなというか、はい、そうですね、うん、それから2つ目、アウトドア、アウトドアすごくブームになります。結構、うん、かぶったりは、小技もあるし、売り上げ経理もあるし、さらに美しい環境会館もあって、うん、ね、あの、自分のやつみたいなね、うん、そういう舞台がたくさんあるので、うん、今、コロナ前は株式だって600万くらい、お客さんが観光客に来てたんですけど、今、この中で観光客に3客ぐらいになってますから、ぜひコロナ禍を超える、70万人、それぐらいのお客様が出てて、補修できるような形がね、できてくるといいですよね。3つ目の写真、はい、大切というか、そのままですね。皆さん、あのお住まいの方はご存じかもしれないんですけど、さっきの6つの写真の経緯で、一番農業の生産が高いのは、この株式会社。ですから、やっぱりどうしてもね、あの青森とリンゴを売ります、リンゴを売りますってなっちゃうけど、ごぼうに行く名前はもちろんナンバーワンですし、それ以外にもね、金さんでもナンバーワンのね、うん、あのブランドがたくさんありますので、そうしたものをしっかり守っていく、それは神北でね、はい、このこういった場所では一番大切だと思います、はい、そういうことを神北で私は2年生、それから青森県全域で利用していけたらなというふうに思っています。それでは、それを踏まえて、質問を気にしていただく時間になりました。後半の方も、はい、少し時間を与えながら進めていきたいと思います。